あ、なんだなんだ、いい画質、めっちゃいい画質。うわ、いい画質。なんかやってる、なんかやってるね。誰だ、誰が、誰が、誰たちを、誰が、誰がどうなってんのこれ。わあ、あ、黒い、お、ジョジョみたいなシーンになった。ちょっとこんな感じなんだ。みたいな。おお、日本語じゃ。おお。忘れられない日だ。あら？うん、あのラクーンシティが。俺が死んだ日。アンブレラが流出させた生物兵器によって、あの夜、これ2のストーリーだね。俺は惨劇をどうにか生き延びた。救うべき多くの人を置き去りにして。うん。政府の特務機関からの誘いを受けたのはラクーン事件の直後だった。俺に選択肢はなかった。そうなんだ。長く厳しい訓練と。あ、声、顔じゃなくて。声が。望むところだった。絶対に認めない。あの夜を、後悔を、少しでも忘れられるなら、俺は救えるのだろうか。うん。森川さんだよね。あ、本当に？クレヨンしんちゃんのお父ちゃん今の。今の父ちゃん、今の父ちゃん、あの声優事務所の社長の森川智之さん。昔父ちゃんじゃなくて今の父ちゃん、今の父ちゃんの方ね。教えてくれよ、こんな山奥に何しに来た。だからいい声だ。レオンは2で警察に、警察官に配属された初日で、あの事件に巻き込まれたんで、まだ新人、あ、初日なの、新人として配属された初日で。ああ、そうなの。うん、でも初日であんなことになったから大統領直属になってみたいな。まあまあそうだね、結果的にね。すごい、一応生き残ったのすげえなってなってんじゃない。だから集団行動できないんだ。そうそう、まだあの社会人としてのいろいろなものを知らないからさ。なら迷子探しは慣れたもんだな。あれ、いい声すぎる。でもあれから6年後って言ってたっけ？そう、6年後。うん、じゃあ26とか。そうだ。いつで警察入ったのか分かんないけど。ねえ。大学院まで出てたら28とかかな。警察学校とかって何歳ぐらいで入るんだろうね。何年間なんだろうね。全然知らないよね。この辺だ。そもそもアメリカと日本で違うかもしれないし。確かに。ちょっと待っててくれ。すぐ戻る。この先輩もいい声。やられそう。レオンはその初日に遅刻してったおかげで巻き込まれなかったの、事件に。それって私見た映画のやつ？いや違う、あれは全然オリジナルのキャラ。あ、一応クレアだけど。あれなんか遅刻しなかった。あれも遅刻してた。確かにそうだね。俺たち見たやつってさ、レオン出てなかったよね。クレアみたいなのがメインだったよね。そう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 。でバイオって基本なんか女の子メイン。映画は。まあそうね、映画はそうだね。うん。あの監督さんがそういうのが好きなのかもしれないけど。まあ奥さんだもんね、ミラジョーヴィッチの方は。そうそうそう。この間の映画もさ、あの監督さんだから。同じ、ミラジョーヴィッチのと同じ監督さん。うん。うわ、実写を見てる気分になってた今私。ね、ゲームだわ。すごいよね。ちなみに RE2 だと遅刻の原因よくなんかちゃんと描かれてたかちょっと覚えてないんだけど、うん、原作だと一番大元の2だと、うん、彼女に振られて焼け酒して遅刻したっていう設定だったの、レオンは。あ、そのシーンあった、映画に。あ、あったっけ。じゃあ、そうだそうだ、パブで飲んでるシーンはあった。じゃあ一緒かもしれない、映画。割と、うん、で初日に飲んでて遅刻してるって言った記憶ある。あ、言ったか。じゃあ割と原作準拠かもしれない。なんか白田優くんみたい。ほんとだね、そっくりだね、顔が。そうね。だとしたらイケメンなんじゃないの。もう白田優くんならイケメンだわね。なんで白田優のことをくんづけでよ。大丈夫かこれ、あんま動かすと酔っちゃうかな。あ、ファーストゾンビ来るかな。早っ。ああ、それはだってバイオなんだから。海外ホラーみたいな速さ。
俺はバイオなんだからファーストゾンビ来るでしょ。左上にエルデンリングみたいに出てこなかった。あれオートセーブのマークでしょ。誰がいるか。デンマークが出ちゃった。ハステッドだけ入れたら。ああじゃああんま。でも急げ。ちゃんとした言語じゃないのかな。いろんな国の人がいたってことかな。ああ人がいる。これファーストゾンビじゃないですか。え？セニョンレイター。スペイン語やね。グーテンモルゲン。あ、ドイツ語よね、それは。お、ちゃんと？ちゃんと言ってる。やっぱ字幕入れた方が出てくれるのかな、この。そうかもね。海外の、うん。ボステンナンドオドルスギャーみたいに寝てたね。ねえ、ちょっと首太そうだな、このレオン。6年間でたくましくな、あ、え？お友達だ。あ、やべ。最近のあ、QTE、QTE 来るんじゃないですか、これ。私のパッド、あのマーク書いてないから QTE 来たら困るわ。自動レオン。自動レオンだった。自動レオン装置が働いています。すげーレオン。あ、わぎゃーって言った、先輩が。言ってるね。何が起きてる？何が起きてる？何が起きてる？あ、銃撃てるようになった。あ、イベント入るかもしれない。ね、今イベントスキップ三角が見えた。ねえ。出たその懐中電灯の持ち方。あれはなんでなんだろうね。やばいやばいやばい。あ、この持ち方するの？そうそうそう。今のさ。うんうん。ああ、今のうちに頭打っとけ。あはは。確かに。え？何が？これあんま字幕の意味ないかもしれない。字幕意外とスペイン語とかに出てくんないかも。出てくんないかもしれない。何を喋ってるかわからないっていうのがいいのかもしれないね。うん。来るかな、そろそろ。そろそろね、来そうだよね。あ、あ、あ、やばい。ああ、捕まらない、アルス。はい。はい。あ、いいね、近距離にも強い。ねえ、お、あ、お、すごい、お上手。ああ、危ない、お上手。あははは。あ、出た、そのバイオ独特な、何なになになに。いや、なんか弾落とさないかなと思って。あ、合ってる。お、あれはじゃあ下うろうろしてもどうしようもないっていうあれだったんだね。うん、ラゴ弾欲しいな。誰誰だ、ダルでって言われた。あれ、ノアちゃん、シュークリーム食べてる？この村にいる可能性が高い。この村にいる可能性高い。さすがね。お、ハニガンできそう。いいね、ラゴ。了解。なんかすごいクロエみたい。あ、ラゴって書いた。ん？何の作品のクロエ？お、あー、24。この場合は喋ってるのは小山さんの方になるんだけど。確かに。これは人間してる？いや、人間。おい、かっこいい、スロタ君。すごい、こうやって逃げられるんだ。ね、ラゴってね、湖って意味だった。あ、そうなんだ。うん、さっきの場所陸地かと思ったらさ、あの文字が書いてある方、うんうんうん、あっちが湖だった。なるほどね。逃げろ、湖畔へ向かう。湖畔へ。クリーム、タートルネックにこぼした。何タートルネックでシュークリーム食べてんのよ。なんか落ちてきた。え、これスカベンジャーが持ってったやつ。これスカベンジャーの食べ残しかな。コウノトリなんかな。私たちもヘビクイワシを見習って。うわ、やってる。うわ、ブラッドボーンみたいになってる。ニワトリがかわいい。あ、あれじゃん、さっき調子こいてた警察官じゃん、あれ。かもしんない。下見て、ほら下。あ、ニワトリだ、かわいい。あ、ここでちゃんと見てるとの燃やしてくれるんだ。
ああ、ちゃんとセリフがあった。あみんな掲げとる。次送るところさ。うんうん。まあいいか、あとで。やるしかないか。あとでいっか。うん。ああ。鶏。会いたい。はえー、コンボ。すげえ強い。指さすだけおじちゃんと長い武器おばちゃんと、うんうん、短い武器おじちゃんの3種類かな基本的に。そうだね。ああやばい。あ。わお。まひろちゃんデッドバー得意なんだから。いやこんなこのステージ得意でしょ。こんなに終われないのよ。わあすごくない投擲。すごいね。投擲で二人いないと崩れない、なんか崩してくんないかね。ねえ。あ、カニだ。あ、来てね。なんだ？あ？あ、みんな動きが止まった。なんだ？ラカンバル。合ってたかもしれない。うん。おう。うんうん。なんだ、でね、この村はなんだ。ゲシャルビールよく平気で横通り抜けてあれ。あれ、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 あ、キューンって閉められるかな。お、目が合っているが。あ、なんだそのマーク、サソリ？サソリだった今。すごい。なんなんだこの村は。映画版のサイレントヒルみたいになってる。ほんとね、そんな感じだよね。どうなってるんだ。ほんとに。あ、警察官。あ、燃えとる。あー始まった RE4。 もうなんかバイオゾンビものなのかって感じだね。うんね、ほんとね。よし、なんか鶏撃つと、あ、うん、こちら HQ、 湖へのルートが分かったわ。大きな風車の先よ。村奥へ向かってくれる。タイムクライシスみたいになってる。これから向かう。ほんとね。気をつけてね。真ん中に出てきた。コンドル1です。コンドル1。湖畔へ向かう。とりあえず湖畔の方行ってみるかな。うん、そうだね。うんうん。多少は。わ、重そう。ね。うんうん。特に今のとこ、わかんないね。ないね。直し方とかは。ナイフってどうやったら治るんだろう。バルヘイムみたいにさ、風車だ、うん、研いだりするのかな。風車だね、カンカンカンってやって。風車か、開かない。開いた。開いた。マイヨはなんかそういうのあった気がする。あ、なんか糸通ってるよそこ。これ多分爆発するね。いきますよ。うん、でも集まってきたよね。でも大丈夫。外の行けてないとこいっぱいあるけど、多分ハーブぐらいしかないか。ハーブはありそうだね。ちょっと回ってもいいかもしれない、うん、進んじゃいそうだしね。まあでもいいんでない。いいか、うん、お、なんか起動できる。あ、ショットガンだ。本当だ。お、なんだ、何か起動できる。あ、なんだそれ、なんだこれ。なんだそれ、自分で直す。ああ、歯車入れろっていうことか。ああ、なるほど。それは、あ、それは歯車入れてふんってやるとってことか。そうだね。なんか門が開くとかかな、きっと。うんうん。あ、やべ、何、あ、ルビー、なんかいそう。んなんかお兄さん、落とする。う、上じゃね。あ、キッチンナイフ。ナイフ装備します。刃こぼれしやすい。あ、じゃあこっち壊れたらこっちできるんだね。
あ、歯車じゃん。あ、ほんとだ、やった。あ、あ、あ、やっぱそう。でかいの来たね。登る？登ってきたら降りればいいし。あ、おお、降りる。あー、むずい、危ない。降りる降りる降りて着地狩り。オッケー。今度、あ、でもなんか後ろにもいそうな感じが。オッケー。お、やるねあ、それまずくない？まずい。それまずくないですか、お兄さん。それまずいです。危ない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 。それまずいですオッケー。あのでっかいやつに使いたいけど。そうだね、残念ながらいる、一応いる、でかいやつ。あ、いいねいいねいいね。よいしょ。よいしょ。あ、やばい。あ、やばい。なんか頭。あ、やった。あ、投げてきた。あ、やったかも。やったか。やった、やったか、やってないか。やったかあ、やった。やった、オッケー。ブルブルブル。あ、ここでいけたわ。すごい、ショートカットいけた。そこ行けんならさっきも行ってほしかったね。ほんとだね。おい、ここが開いた。あ、うん、オッケー。なんか名残惜しいアイテムいっぱいありそうですが。ね、ちょっとありそうだけど。仕方ない、うん。おい、これ色は別に貴重かどうかじゃないのかな。ゴールド。やっぱモナカさんもイケメンに弱いんすね。モナカさん、この人、私もバイオよくわかんないんだけど、白田優君に見えないこのお顔。あと、あ、こっち見てくんない。これ。あ、ちょ怖い顔してる。怖い顔してる。めっちゃ怖い顔してる。あれ、レオンもっとイケメンだったはずだぞ。なんかもう怖い顔になっちゃった。もっと白田優君だったのに。モナカさんの髪色とマッチしてるから、なんかすごいカップリングが良さそう。カップリング。ここか。生卵ジュルジュルしてる。なんか中から音が。ドアあるのに全然見てなかった。ね。お、左側にまたエルデンリングが。え？これさすがに大統領の娘じゃないよね、これが。さすがに違うよね。なんだなんだ。受けつにバチコン。お、へい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 、俺の髪だって言ってなかったの。本当よ、食べたらゾンビになりそうよ。ね、本当だよね。あ、これをどけて、どけろって言ってたのか。うん、なるほどなるほど。知らせてくれてたんだ。確かにね。床下種の鶏が感染してたら普通にレオンもなっちゃうよね。でもあのウォーキングデッドとかだとさ、うんうん、もうすでにみんな感染してるっていう感じだったじゃん。あー、確かに。てかレオンって確か抗体あるから反省しないんだっけ。ゾンビ。マジ？さかなクンじゃん。いやいや、さかなクン抗体あんの。さかなクン的存在なんだね。じゃあレオンは。レオンっていうかバイオの主人公たちはみんな抗体持ってたよね。誰？あ、なんだ。これオープニングで。アシュリーか？あ、違う。なんかハンサム出てきた。もう一人ハンサム増えた。あ、津田健次郎さんではないでございましょうか。津田の兄貴か、これ。ほんとだ。うわ、イケメンが増えた。かっこいい。そうか、残念。ならこれほどいてくれ。かっこいい。くそ、あいつだ。誰だ。あ、モニモニ。あ、やばそう。やばそう。あ、やばそう。いやーん。強くね。タイラントみたいだ。やばい、やられた。あ、やばいかもしれない。白田くん。あ、白田くん。あ、何らかのウイルス入れられたわ。でもみんなかっこいい今の登場人物。ね、ちょっとあんまり声聞こえなかったけど。いや、これ剥がせよっつってたね。